他にも味にも大満足、ヘルシー時短ご飯。キノコはそれぞれ石突き落として食べやすい大きさに切っておきます。いろんなキノコを使うと食感がとても良くなります。ラップをかぶせてレンチンしたら味付けはボウルの中でやっちゃいます。あとは熱々のご飯にのせて格段に美味しくなる黄身ものせれば完成。ヘルシーなんだけどキノコがタレによく絡むのでとっても濃厚になります。大満足間違いなしの一品、ダイエット中の方にもとってもおすすめです。